リーワードアンティル諸島の位置リーワードアンティル諸島はカリブ海の東南部に位置する諸島。南アメリカ大陸のベネズエラ沖合に位置し、超アンティル諸島の南部にあたる島々である。リーワードアンティル諸島の塔湖はカリブプレートの南端に沿って並んでいる。カリブプレートが南アメリカプレートの下に沈み込むのに伴って形成されたものであるが火山活動はない。英語のリーワードは 風下を意味する言葉で、タイニ語は、風上を意味する、ウィンドワードである。ヨーロッパにおいては、小アンティル諸島を大きく、風上の島々、風下の島々と二分して呼ぶ名称がある。香港、ーワードアンティル諸島は、オランダ語、スペイン語などにおいて、風下の島々と呼ばれている島々である。しかし、英語においては、風上の島々、 風下の島々の故障が指す範囲が異なるので注意が必要である。英語において風下の島々と呼ばれるのはショアンティル諸島北東部の島々である。カリブ海南東部の島々むね西から東方向へ配列している。ありがとうございます。